ジアが始まるまでにイモレディ行きたい。ちなみにあそこは映るね。もう置いといていいね、こういう時。もうこういう時スター置いといた方がいい、早めに。なんで置いといた方がいいかっていうと、ID がスキル多く使ってくれたりする。シャワー設置やね、これ。これ、シャワー設置なんだ。これめっちゃ覗きに行った方がいい。A ショットめっちゃ覗きに行った方がいい、こういう時。これ今どこにおるこれ。え、なんか今すごい死に方したレーズ。あー、はあ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 、なるほどね。これそう、こういう味方が今打ち合ってる時とか結構ね、プレイングが消極的だね。まず前提、なんか打ち合って有利なところを打ち合ってないから、そこをもっと打ち合うようにしたらもっといい。どこが消極的なのかっていうのを伝えます。まずここにスターを置いてます。これスターを吸い込みするのは別にタイミングいいんだけど、吸い込みしてる時って自分って有利でしょ。なんでかっていうと、相手は純粋にピュアなエイムだけで打ち合えないから、吸い込みのことを気にしなきゃいけないから。ってなった時に、吸い込みっていうのは自分が打ち合うタイミングなんですよ。っていう時に自分が打ち合えるポジションを取っとくべき。こことかね、こういうとことかにポジショニングをする。で吸い込みして打ち合うみたいな。これがまず1個目、消極的だなって思ったポジション。消極的だなって思った。で、正直ここも覗いてよかった。ここも結構覗いてよかった。なんでかっていうと、味方2人がこのスカイに対してすごいプレイしてるから、打ち合いで。まあ、ブリムがいたからやめたっていうんだったら、まあまあ。まあ、ここは別に消極的だなって思うんだけど、消極的でも、アグレッシブにプレイしてもどっちでもいいシチュエーション。で、ここ、こことか絶対覗かないといけないね。いや、考えとして悪くないんだけど、自分が有利な時って勝負するべきなんだよね。それは前提絶対にそうなの。自分のプレイを通した中で全体的にディフェンシブっていう結果に落ち着くんだったら、それはその人のプレイスタイルだし全然いいし、スモークキャラが合ってるんだけど、こういう小さいところで見た時にアグレッシブでプレイする必要っていうのが絶対にある。なんでかっていうと、有利なところで打ち合えないと相手のスキルとかで絶対にこっちが不利になる順番が来るから。で、このスタンドも覗くべきだし、もっとまあスタンドの場所はここでもいいんだけど、覗いた方がいい。もっと覗いてもいいね、この時。で、こういう味方が打ち合ってる時に覗けてないのがすごいもったいないね。まず1個。ほら、こういう、これもまず、これもまず良くない。良くないわけではないんだけど、まあ気持ちわかるんだよ。このセージが打ち合ったから相手が覗いてくると思って、このか、覗いてくるところをカバーしてるっていうのはいいんだよ。すごいいいんだけど、人数不利だから、そういう時はもう一緒に打ち合った方がいい、がっつり。こういう時はもう一緒に打ち合うべき、もっと。キャラコン悪くないね。シルバーのキャラコンじゃない。まあまあまあ、ナイストライ。これいいね。この動きめっちゃいい。B 側が3人いるのに対して A 側が2人で動くっていうのはめっちゃいいんだけど、当たり前だけど。この A 側が死なないようにポジション取りするのが偉いね。で、その時に、アストラのこういうスモークを1個だけ最初から置いといて、他のスターを B のために使ってあげるっていうのをすごい考えた方がいい。やっぱ、人数多い方がすごいアグレッシブに打ち合いに行くんだけど、そのアグレッシブな打ち合いのところでスターを使うっていうのを意識した方がいい。そっちの方が効率がいいでしょ。人がいるところにお金を使った方が効率がいいでしょ、やっぱり。例えばこの今 TP の中2人いるけど、 TP の中にスタン入れてピーンって TP するとかでもいいよね。まあでも今人数有利だからやんなくてもいい。結構アストラはそれができるから強いんだよね。自分が全く関係ないところが存在しないのが強い。7000円くらいだった気がする。で、こういう今みたいな、フェードがここで戦ってたじゃん、レイズとか。ああいうところで、相手がいそうなところに吸い込みとか入れてあげるのがめっちゃ強い。結構、レイズウルトの時吸い込み来るとバカうざいね。レイズウルトが、相手が使ってる時に吸い込み来ると、足遅くなるから、マジ結構死ぬ。だからレイズウルトと吸い込み合わせるみたいな、そういう、まあ、ちょっとしたコンボ技じゃないけど、みたいなのも覚えておくとめっちゃ便利だね。
敵だったのに。マップ見てもっとサポートスキル出してあげるってことですね。そうそうそう。で、これ今配置が分かった。これ多分 B ロングチェンバーフェイドに復活だね。で、ここにジェットがいる。なんでここにチェンバーがいるかって分かったかっていうと、多分こいつオペレーター今ウルトで使ってるから、スカイのウルトをクラシックで壊したからチェンバーフェイド。で、こういうので相手の配置が分かる。なんか相手の配置も教えてほしいって言ってたじゃん。どういう情報で相手の配置を見るかっていうと、こういうのだね。まあ予想なんだけどね、確定じゃないんだけど、体が見えてない限りは確定じゃないんだけど、今ので B ロング2フェイドチェンバー他合わ3人が復活っていうのが分かった。こういうので相手のポジションを取るね、基本は。で、このゲーム足音がキャラによって全員違うんだよね。特に KO ブリーチとかはめっちゃ分かりやすいんだけど、足音で分かったりもする。まあむずいね。サイファージェットとかは分かりやすい、俺は結構。なんかおるな。相手陣数少ないとハーフまで行ってもいい？うん、いいと思う。味方がカバーできるんだったらハーフまで行った方がいいね。当てるわ。これ、このスモーク怖いんだよね。こういうスモークはできれば焚かない方がいい。今、相手とセージとワンオンになったんだよね。疑似的なんだけど。味方のセージはカバーできなかった、スモーク中だから。ああいうスモーク、できれば人数いるとき焚かない方がいい。もし相手のセージの M 良かったらさ、死んじゃってたじゃん。ってなったらセージとワンオンで、しかもセージはカバーできないんだよね。まあこのスモークもちょっと膨らんでるね。ちなみに相手がこの時にこのスモークちょっと怖い。本当はもっともっと広く取って CT ヘブンとかできるといいね。いやごめん、裏裏裏裏裏裏。残り1年。ケイト知らねえわ。まあナイス成功。ナイスラウンドだね。突飛されたら積んじゃう。まあ、そっか、強いね。なんてほぼないけど、ジュエより少し後にエントリーした方が良い。あ、まあそうだね、復活のところ。まあでも、まあ悪くないけど。味方のレイズのエントリー綺麗だね。60ターンくらい落とすでしょ、普通にサボったら。だって俺も1年生の時に30ターンくらい落としたからね。30どころじゃないよ。24取れる、23取れるから、21+21、42-9。俺33単位落としたからね。俺今4年だよ。もう卒業する。単位も取れそう。いいね。なんか、スモークキャラ似合ってるよ、でも。まあ、スモークキャラが似合ってるって言い方はどうかと思うけど、なんかちゃんとスモークキャラの立ち回りめっちゃ綺麗にしてるよ。本当に死なないで。で、吸い込みしたら GG だから。ちょっと怖いけど、まあまあまあ。ミッチーさんは卒業した後に就活するんですか？しないかな。ナイスだね、これ。おい、GG。すばら。まあなんかやっぱり勝負のタイミングと、なんか自分が有利な時に勝負するっていうのと、味方のためにスキル出してあげるみたいな。そうだね、そうだね、それが一番じゃない、やっぱり。